少年つかさチャンネルニュースのトラがわがおはい始まりました皆さんも面白かったらね高評価のボタンそしてチャンネル登録さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいですあのベトナム戦争におけるね韓国軍の蛮行というのはですねまあどちらかというとね保守系の皆さんには有名な話なんですけれどもえ実はですねこれをめぐってねあのソウルで裁判が行われているというニュースですえこれ韓国のメディアが伝えてるんですが中央日報ねヘッドラインこう書いてあります受けたのは米30袋だけ韓国に訴訟を起こしたベトナム、えー、戦戦,ベトナム戦 被害者の涙という記事でですね、まあ、これ内容的にはです、ね、ニューヨーク・タイムズの記事を紹介するという感じの内容になっています。で私はあの元記事も読んだんですけど、まあ、大体翻訳合ってたので、まあ、ちょっと中央日報の記事を先に紹介したいんですけれどもあのニューヨーク・タイムズがです、ね、21日、ねえー、まああの韓国の裁判所で被害者補償訴訟ていうのが起こったということを、ね、報じました。 で、えー、それをねあの、ニューヨーク・タイムズはソウル発の記事で伝えているんですけど、この記事の中でね、何て書いてあるかというとこれね、そのまま読みますよ、はい、これ、中央日報の翻訳ね、そのままま読みますよ、えー。韓国軍が村に来て母、姉弟や親戚など5人を失った、えー、というまあ証言。ね。えー フォンニー村とかですね、フォンニャット村というね、まあ、この2つの村で大虐殺があったらしいんですけれども、その生存者のグエン・ティ・タンさん、61歳がね、えー、こういう証言をしていると、えー、現在、韓国、えー、政界と一部の市民団体が、民間人被害事件を調べるための特別法制定を進めているというのを、まあ、このニューヨーク・タイムズは報じています。でニューヨーク・タイムズの、ね、記事の、ね、ちょっと翻訳の方をじゃあちょっと、ね、僕の方でも、ね、翻訳したんでね、これちょっと読むとですね、 えとちょっとまあ直訳帳の部分もあるので分かりにくいところがあるかもしれませんどそこをちょっと読むとですね韓国軍はベトナム戦争でアメリカ軍と一緒に戦った最大の外国人部隊でした彼らは長い間残虐性の疑惑に悩まされていた韓国の海兵隊は敵地を通過,通過する際にはえまあ小豚でさえねまあ豚の血のみごでさえも息の根を止めてしまうという評判だったと1968年2月12日韓国の海兵隊がベトナム中部のフォンニ村とフォ,ンフォンニャット村かな ホンニャット村を通過した後多数の遺体が発見されたいずれも非武装の民間人でそのほとんどが子どもや女性で銃剣で刺されたりしていたと当時22歳だった韓国の元海兵隊員リュ・ジンソンはこの老人は手を挙げて隠れ穴から出てきた彼は命乞いをしていました怒りのあまり軍曹が悪態をつき銃を撃ちまくったというとそういう証言をしていると。 えー、ベトナム戦争の悲劇は、えー、今週、アメリカがアフガニスタンから撤退する際に大きく、えーまあ、このリフレインされてるんですけれども、20年間の流血を目の当たりにし、生き残った生存者と、と、えー、犠牲者ね、えー、これを、えー、悩まされているとで、衝撃的な発言に刺激された韓国の議員や市民団体は、アメリカ軍と一緒に戦った最大の外国人部隊であったとき、何千人もの民間人を殺害したという長年の疑惑を調査するための特別法の制定を推進していますと。 でえー、さらにこの証言が続くんですね、えー、私は韓国軍が私たちの村に来た日の悪夢から一度も解放されたことがありません、えー、1968年にフォンニー村で、えー、母、姉弟を含む5人の親族を失って、自身も負傷したグエンティ・タンサー、さっきの人ですね、は,いえー、は語った。 グエ、えー、ンティー・タインさんって書いてあるなニューヨーク・タイムズにはね、えー、しかし韓国政府は一度も私たちの村を訪れたことはなく何が起,、えー、起こったかを私たちに尋ねたこともありませんでしたとで韓国はですねなんとね32万人もね、えー、陸軍部隊を派遣してるんですね、まあ、これを派遣することによってそれと引き換えにねあのアメリカから援助を引き出すっていうのがまあ当時の、えー、韓国政府のね狙いだったんですけれども、まあ、その,あの見返りとしてですねあのまあ援助を受けるにはですねちょっとやりすぎなぐらいやってしまったんじゃないかと。 過去の、ね、軍政下ではこれはタブーだったらしいんですがあの左翼政権ができて、ねえー、この話題がなんか取り上げられるようになってきて、まあ、現在に至るとで機密解除されたアメリカの文書によるとです、ね、米軍が虐殺が起きた数日後に、えーこのね、村に入ったらしいんですよね、はい、であの村の近くを、まあ、その同じ時間帯に通ったらそうかアメリカの海兵隊がいるんだでその海兵隊の証言によるとですね そのフォン村とフォンニャット村でね発砲音を聞いてです、ね、小屋が燃えるのを見たらしいです。で、あのー、そこから逃げてきた人ね村人をです、ね、米軍とこの、まあ、当時同盟関係にあった南ベトナムの、ね、軍隊が、えー、助けてです、ね、手当てをしたと。 いうう記録もあるそうですで何が起こったかというとです、ねまあ、その後、ね、この村を訪れたです、ね、この海兵隊員の証言によると至近距離から頭を撃たれた子どもや妊婦まだ生きているのに、まあ、あのちょっとこうグロいんで言わないですけどを切り落とされた若い女性などあの死体の山を多数発見したということが文書には書かれているということです。 でこの犠牲えー、アメリカ海兵隊員の一、ね、人が、ねえー、この写真を撮っていたらしくてこの事件の犠牲者は無防備な民間人でありその大部分は女性と子供で命がう合意をしている時に殺されたと、えーまあ、カンパネリ少佐というね、えー、ジョン・エム・カンパネリ少佐というのが、えー、1968年2月18日に えーそのまあ、解除さされれた機密文書の中でそれを述べていると、えー、さらにですね生存者や死傷,死,死傷者の親族をなだめるために韓国海兵隊大隊の幹部は謝罪を申し出て米30袋を地区長に提供したと米30袋でこんなむごい殺し方してね許してくださいっていうのはちょっとさすがにないと思うんですけどねはい。 えー、アメリカの調査官がですね戦争犯罪が行われた可能性があると、えー、いうことで,でその情報をです、ね、ベトナムの韓国軍のトップであるチェ・ミ,シン、えー、ミョンシンかチェ・ミョンシンシ中将に伝えたらしいんですがあのこのチェ・中将はですね虐殺は共産主義者がやったことで我々とは違うんだみたいなことを言い訳して終わってしまったらしいです。で先ほどのですねあの韓国海兵隊員のリュシンによるとですねあの実は韓国軍というのはですねちょっとしたそのまあ 発砲とかね、えー、攻撃でもでもすね、その、まあ、攻撃があった方向の村をたどっていってで、その村の、ね、非武装の民間人もね、含めて村焼き払って、えー、非武装の民間人も、ね、さっきみたらむごたらしいその、まあえー、殺害をしてですね、えー、村も焼き払ってですね、敵に恐怖を与えるという作戦をやっていたらしいんですよ。 で通称キラーカンパニーと呼ばれる部隊があってですねこの残虐な任務をしばしばあの、まあ、遂行していたということをこの粒子は証言しているそうなんですねでアメリカ側の資料によるとこの、まあ、フォンニ村とフォンニット村の、えー、攻撃はですねやっぱりあの村の近くでですね、まあ、ちょっとした、まあえー、なんか発砲が、まあ、韓国軍に対する、ねまあ、発砲があったらしくて。 でそれで、まあそのまあ、狙撃兵かなんかでしょうねで韓国の海兵隊員が負傷したと、なので10、まあ、倍返しのノリでね、まあ、村に行って、まあ、こんな乱暴老咲まあ殺戮の限りをどうも尽くしたらしいと。 でこの龍氏はねさらに証言してるんですけど第二小隊に所属していた龍氏は自分の部隊が村々を相当した時武装した者はいなかったが村人、えー、いなくてで村人集めたらしいんですねで、まあ、後方に控えていた第三小隊が集められた村人を虐殺したと、えー、いうことはです、ね、もうこの中隊内では非常に有名だったらしいですであの中隊長は村人をどうするのかと聞かれて親指を立ててですねうやってやったらしいんですよはいであの、まあ、何やるか分かりますよね はい、であのー、これね、あのーまあ、1992年にベトナムと韓国は国交を結ぶんですけれども、まあ、この件ずっとくすぶっておりまして、はいあのー、なんとね9,000人ものベトナム人民が死んだのではないかと亡くなったのではないかと、えー、いうふうに言われているんですよねだからまあ今回の本人村とね本人って村っていうのはそのごく一部 ですであの2015年に、ね、グエンさんともう一人の女性がベトナム人被害者として初めて韓国を訪れて、まあ、体験談を語ってで、まあ、韓国の市民団体ねこれ協力したらしいんですよ、これ偉いですよね、まあ多分左翼だと思うんですけどねこれいいと思いますで彼女と17のベトナムの村の102人が韓国のムン・ジェイン大統領に調査と謝罪を請願したんですが、えー、結局、ムン・ジェインは何もせずですね、まあ、結果的にあの、まあ、政府を相手にですね韓国政府を相手にまあ訴訟を起こすということで現在に至ると。 と、えー、いうことでございま,すまああのライダー犯の問題とかねこの,あの、まあえー、残虐行為の問題とか、まあ、韓国軍のね、えー、このベトナム戦争におけるこの、まあえー、戦争犯罪ねこれはねやっぱりねあのまああれですよあの別に私は北朝鮮みたいな総裁戦略を狙ってるわけじゃないので、ね、こういうことやってるからね,ね、まあ、日本のこと攻撃するなってことじゃないけどさ、まあ、別にそ,そっちにも言論自由あるから70年前のね、まあなた方が考えるその証拠のないさ ねその軍艦島の話とか、ね、20万人慰安婦共産連行とかね証拠のない話を、まあ、勝手にやるのはどうぞやってくださいそれはもう当然こっちも反論するけどでもこれね証拠があって、ね、それから生存者もまだいて、ね、証言もあってアメリカの文書も全部あってでこういう,、ね、もう逃げられないこの戦,争犯罪戦争犯罪に対してね、まあ、韓国政府ね,ね日本に対してやってるのと同じことをさ自分自身にその刃を向けてみなというふうに私は思いましたね。 はい、ということで、あのーまあ、本当に痛ましい戦争犯罪なくなることを希望しますが、まあ、今ねこの、まあ、ミャンマーとか、えー、アフガニスタンでもね、現在進行形でねあ圧倒的に力を持った者がですね無抵抗な人間に対してね乱暴狼藉を働くというまあ世の中北斗の剣みたいになっちゃったら終わりですからねうんで、まあ韓国政府もですね、えー、こういうことね、しっかり反省してですね日本にまず、えー、そういうことね、えー、証拠もないことをねいろいろクレームつけてくる前にね、えー、もう証拠も ばっちり出ている、このご自身の問題についてね、しっかりと総括することをお勧めしたいなというふうに思いました。はい、ということで、今日の内容、面白いなと思った人は、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。GO! ー